久しぶりの古巣0時30分になんとか仕掛けの整理終わって開始開始直後から運な感じ。当たり少なめで今日は10匹ペースで終わりかなって予感しかしない。猫と時々遊んだりして時間ののんびりしつつ釣り、当たり少なめだけど結構針にかかってくれる。ストレスはたまらないけど数は増えなさそう。そもそも連日いた人がいない。すっからかん。00日後に死ぬワニ見たく一瞬のブームか。表層をちまちましつつ数を増やしてると TK さん来た。脳内では TKHLUK さんはダチウオのプロなので、このうちの一人が来るとペース崩される。活躍場所は秘密だけどダチウオ関係でそこそこ有名な人たち。4人なら四天王なのに3人なので3姉妹ということにしておこう。みんなチンチン生えてるけど、今回初ピッチワンジャークでそこそこ釣れた。あとは表層ちょんちょんしてたらなんかよくかかった気する。最終的に38匹、サイズがまあまあのが多かったので満足。ちなみに大潮、大潮なので魚がまた入ってきてくれると嬉しい。そのまま帰ってしまう可能性もあるので油断できない。忘れてたけど5時20分に TK さん帰宅。残りまず目の時間で気合い入れてやるぜと思ってたけど結局0匹だった。朝まず目とはどこに行ってしまったのか。最近朝だけ釣りに来る人かわいそうなレベル。